皆さんこんにちは、田中恵美里です。今日紹介するカップ麺は東洋水産まるちゃんもっと赤いたぬき天うどんです。赤いきつね2連覇を記念してパワーアップ。紅生姜入りの小エビ天ぷらと赤いかまぼこが入って、昨年よりももっと赤いたぬき天うどんに。商品コンセプト、2019年より赤緑合戦、あなたはどっち？食べて比べて投票しようと題して、47都道府県ごとに勝敗をつける陣取り合戦を実施しました。結果は前年の投票企画に引き続き赤いきつねが勝利し、2連覇を達成しました。この度その勝者のマニフェストを実現することをコンセプトとして、赤いきつねが緑のたぬきを取り込み、赤い天ぷらと赤いかまぼこを具材に使用したもっと赤いたぬき天うどんが発売されました。商品概要、コシのあるうどんに鰹節や昆布のだしを効かせた淡口醤油仕立てのうどんつゆがマッチします。紅生姜入りの小エビ天ぷらと赤いかまぼこを具材にすることで、昨年よりももっと赤いたぬき天うどんに仕上げました。商品特徴、麺、コシと弾力の強い滑らかな太めのうどん、つゆ、鰹節、雑節、昆布、煮干しの出汁を効かせた淡口醤油仕立てのうどんつゆ、別添え七味唐辛子付き、具材、紅生姜入りの小エビ天ぷら、刻み揚げ、卵、赤いかまぼこ、ネギ。食べてみた感想、かき揚げが鮮やかな赤色になっていますね。スープは和風薄味、とても飲みやすいです。麺は縮れ気のある滑らかなうどん麺、もっちりして美味しいです。かき揚げは紅生姜が含まれていて、お好み焼きっぽい風味になっていますね。お揚げは小さいですが、ふんわりとスープが染みていて美味しいです。肉団子、卵とかき揚げの赤と合わせてカラフルな見た目に食も進みます。全体的にシンプルな味わいにまとまっています。紅生姜や唐辛子のふりかけも辛さはほとんど感じられませんでしたので、激辛を期待する方にはちょっと物足りないかもしれません。これは和風な赤ですね。期間限定の一杯をぜひこの機会に。赤いきつね2連覇を記念してパワーアップ、紅生姜入りの小エビ天ぷらと赤いかまぼこが入って、昨年よりももっと赤いたぬき天うどんに。本日は東洋水産まるちゃんもっと赤いたぬき天うどんを紹介しました。田中恵美里でした。